ポタージュリゾットを作りましょう。まずカップスープの素2袋を用意し、クルトンは取り出して飾り用に取っておきます。マグカップを用意し、パックご飯 180g を2つに分けて入れ、ツナ&コーン缶も2つに分けて入れます。スープの素をそれぞれ加え、コンソメ小さじ1/4、塩コショウ少々を振りましょう。水 80cc を入れ、かき混ぜます。ふんわりとラップをし、600ワットのレンジで2分30秒加熱します。オリーブオイルを回しかけたら、黒コショウを振り、クルトンを飾って完成です。キャベツのミルフィーユ蒸しを作ります。耐熱容器にキャベツをちぎって入れ、ベーコンを乗せます。交互に乗せていきましょう。酒大さじ1、塩コショウ少々、とろけるスライスチーズ1枚を乗せます。ふんわりとラップをし、600ワットのレンジで2分加熱して完成です。マグカップドリア風を作ります。ご飯 130g をマグカップに入れ、有塩バター 5g と塩コショウ少々、コンソメ小さじ1/4を加えて、バターが溶けるまで混ぜます。ピザ用チーズ 20g、 冷凍コーン大さじ1、牛乳 50cc を加えて混ぜましょう。ハム2枚はキッチンバサミで小さく切って加えます。ふんわりとラップをして、600ワットのレンジで2分加熱し、パセリを散らして完成です。以上、デリッシュキッチンでした。